ゆめちょ YouTube チャンネル。本日ご紹介する植物はクロトンです。カラフルな灰色と葉型の変化が魅力的で、トロピカルな雰囲気を演出できる植物として、夏に欠かせない植物です。できるだけ日当たりの良い場所に置きましょう。日光が不足すると鮮やかな灰色が出なくなります。春から秋は屋外で育てるときれいな灰色になります。冬は室内に取り込み、ガラス越しの日光によく当てましょう。水やりは土の表面が乾いたら与えましょう。夏場は土の表面を乾かさないように与えてください。肥料は春から秋の生育期に置き型肥料を2ヶ月に1回与えましょう。または月に2回程度液体肥料を与えてください。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。